サノバウィッチ。はいどうも、トーソクチュードレンのつくもです。ということでサノバウィッチ若菜ルートパート6続きからやっていきたいと思います。やっぱり同じところで引っかかるね。もしかして指をまた痛めてるんじゃない？そんなことはないって、本当に。ほら、確かに指に問題はなさそう。単純に技術不足なのかな。練習あるのみか。でも同じぐらいの難易度でも他のフレーズはできてるんだから、ネガティ意識を持っちゃってるんじゃない？ワンフレーズ成功した時に自信を持つのと同じで、苦手って思い込むと変な力が入ることもあるしさ。あー、それはあるかも。何回も失敗してるからな。休憩しよっか。一度気持ちを切り替えた方がいいかも。練習し続けて手も疲れてるだろうし、たまに響きが悪くなってるよ。そうだな、気持ちの切り替えは重要だよな。俺はベースを立てかけて肩の力を抜く。いつになったらちゃんと弾けるようになるのかな。俺は心配しなくてもちゃんと上達はしてるって。曲全体とかベースの基本じゃなく、一部のフレーズに悩むところがその証拠。何も知らなかった頃に比べたらな。これだけ練習してるんだから少しは上達しないと本番も近いんだから。そりゃそうか。毎日カリアに弁当も作ってもらってるんだ。それにもちゃんと答えないとな。あそれは別に気にしないでも、あくまで親切、ただの親切でやってることだから。軽く手を振りながら気のなさそうな表情で答えるカリ。その姿から以前よりも濃厚な嘘の味を感じる。嘘か。なんでだろう。昔はあんなに苦手だったのに、今カリアから感じる嘘の味は嫌いじゃない。変な苦味があるのに癖になるみたいに、もう少しと味わいたくなる。まるでドクターペッパーみたいだな。ちなみに僕はあんまり好きじゃないですね、ドクターペッパー。もしカリアにも他人の心を知る力があれば、きっと俺からも似たような嘘の味がしていることだろう。人を好きと思う気持ち、それを抑えたりごまかしたりするたびに嘘が増える。好意の大きさ、好きという感情を隠すためにより薬っぽい味になっているんだ。何？どうしたの？黙り込んじゃって。いや特に何でも。嘘だ、なんか意味ありげに見てたじゃん。何か言いたいことでもあるんじゃないの？何かあるなら言ってよ。同じバンドの仲間でしょ。こういうの溜め込むのは良くないよ。つかつかと俺に歩み寄り、ほぼ真下から俺を見上げるカリア。間近に迫ったカリアの顔、こいつこんなに可愛かったっけ。カリアの顔を見てこんなにドキドキするなんて。あ、ほら顔をそらした。いや今のはそういう意味じゃなくて、なんかカリア女の子っぽくなった気がして、だから顔をそらしたんだよ。何バカなこと言ってんの。悪ふざけはやめてよね。というか近いよ。近寄ってきたのはそっちの方だ。そりゃまあそうかもしれないけど、こんな距離前の俺だったら飛びのいているところだけど、今の俺はこのままでいたいと思っている。そして何より胸のドキドキが止まらない。むしろ加速していくみたい。星野。俺はカリアの肩を掴む。戸惑い目を泳がせるカリア。けれど俺の手から逃れようとはしない。逃げなくていいのか。逃げないならまたキスするぞ。それは別に逃げる必要はないから。それなら遠慮なく。ついばむようにキスをしながらそのまま舌を、滑り込ませる。ゆるりと侵入した先がカリアの舌先で防がれる。ホシナ、いきなりすげえ。
カリアの舌に自分の舌を巻きつけるようにして、さらに無理やり口内を蹂躙していく。諦めたのか、それともカリアの中でスイッチが切り替わったのか、抵抗する力がすっかり抜け落ちる。そして小さな体を震わせながら俺の蹂躙を受け入れた。カリアの甘えるような吐息、その目は潤み揺れていた。本当強引だよ。キスするってちゃんと宣言したはずだ。それでも逃げなかったカリアが悪い。今のキス本当に気持ちよかった。ああもうダメだ。キスを我慢できなかったように、俺はもう自分の気持ちを抑えられない。そして今のキスで俺の気持ちは完全に固まった。そんなにキスがしたいなんて、もしかして私って今低層の危機かもな。え、星名、冗談言うなら冗談の雰囲気で言ってくれないとさ。俺は空気が読めないかもしれないけど、そこまでタチの悪い冗談を言うつもりはない。待ってよ。キスなら前のやり直してことだからいいんだけど、それ以上となるとそれはやり直しじゃなくなっちゃうよ。なんだそれ、変な理屈だな。キスは例外なの？そう、少なくとも星名が相手ならキスは例外。それはつまりキスをする分には抵抗はしないってことか。そういうことになるのかな。俺は再び唇を塞ぐ。その動きにカリアは決して抵抗しようとはしなかった。さっきの続きのように舌を絡ませる。カリアの吐息もすぐさまな、悩ましいものとなり、お互いの熱い唾液を交換している。舌を絡ませ唾液を吸い上げ口内を舐めます。カリア、かわいいな。キスが止まらないぞ。キス、気持ちいいぞ。カリアも気持ちよくなってるんじゃないのか。バカなこと言わないで。バカなことじゃない。さっきから体が震えてるじゃないか。そういうことなんだろ。俺の言葉には答えず、むしろごまかすかのようにキスに没頭するカリア。ここで負けるわけにはいかないとばかりに俺も舌で反撃をする。
よだれが出ちゃう。カリアのうだれなら、ごめんなさい、ちょっと、うん、まあまあそうですね、美味しいぞ。口の中に広がる甘い味、そこには薬っぽさなど何もない。こうしてキスをしている最中は嘘は全くない。カリアも俺を求めて、くれている。感じるのはその強い気持ちの、俺をとろけさせるような、甘さが口だけじゃなく胸の奥にも広がるようで心地いい。カリア、俺、お前が、お前のことがですかね、俺の言葉を邪魔するようにというよりも完全に遮って唇を裂く。カリア、お前は。ダメ、待って、それ以上今は聞きたくない。だってほら、こんなキスの後だと何を言われても体目当てみたいになるから。まあまあ確かにそうですね。そんなことは、星名にそういうつもりがなくてもこのタイミングだとそうならない？あくまで雰囲気の問題として。それはまあ、だからダメ、今は言わないで、願いだから。分かった。カリアの態度に強い意志を感じて、俺は素直にカリアの肩を離す。これってどう判断すればいいんだろう。振られたってこと？いや、でも断り方としては微妙だったぞ。なんとも気まずそうなカリア。キスで俺も気分が乗ってしまったけど、これは判断を間違えたんだろうか。練習はまだ終わりじゃないのに、微妙な空気を作ってしまった。だいたいさ、パーティー本番まで時間がないんだよ。なのに一番の初心者が他のことに気を奪われてる場合じゃないと思うんだよね。それは確かに。グーの根も出ない。反論は難しそうだ。ということで、今は練習練習、余計なことに気を使ってる暇はないんだから。ほら、休憩もおしまい、練習を再開するよ。これは本当の拒絶ではなさそうだ。拒絶ならもっとはっきりした態度を取るだろうし、何よりも俺の力が痛みや強烈な苦みを与えてくるけど、今のカリアからそういうものは全く感じない。再び感じる甘みと薬の味、やっぱりごまかしてる。さっきの言葉から考えると、もしかしてライブが終わるまで待っているんだろうか。それはつまり、告白するならライブが成功した後にということか。はあ、俺の能力って本当に中途半端で、相手が何を考えているのか詳しいことはわからない。けどそれでいいのかもしれない。はっきりとわからないからこそ恋が生まれるのかもしれない。そして恋を叶えたいと努力することもできる。そうだな、今は努力あるのみだ。よし、練習頑張らないとな。そうそう、その意気。俺は一旦自分のこの気持ちを抑えて、というわけではないが、一旦横に置いて、まずはパーティーのことだけを考えるようにした。サノバウィッチ。うん、ということでね、はい、ちょっとね、うん、短いんですけども、キリがいいんで、今日はここで終わりたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。